皆さんこんにちは、釣れない釣りログのあきです。私は今新木場駅に来ています。バスに乗り換えて若洲海浜公園を目指します。釣り場には何度も来ていますが、キャンプは初めて。楽しそうなキャンパーさんたちを横目にいつも釣り場に向かっていたので、今日は念願の若洲釣りキャンプを実践したいと思います。サービスセンターで受付を済ませたら、本日の釣果情報を確認して早速サイトへと向かっていきます。私の今日のサイトは一番奥の方、海側で釣り場がとても近いところで、さらに気分が上がってきました。今回の徒歩釣りキャンを実践するにあたり、一人で運んで使えるということを一番に考えて、通販サイトテムでアイテムを選んでみました。私でも使えそう、面白そう、そんな目線で選んだグッズをご紹介していきたいと思います。早速テントから組み立てていきます。今まで挑戦してきたキャンプはテント設営にはなかなか苦戦してきました。今回は組み立てが簡単そうなこちらのテントを選んでみました。あっという間にそれらしい形になってきました。付属のペグを地面に差し込んだらテントの完成です。テントが張れたら寝袋も敷きたいところ。寝袋が小さくなるこちらを選んでみました。次はこちら。キャンプに必要なものをひとしきり揃えたいと自分なりに調べながら探していました。テーブルと椅子はとにかく軽くてコンパクトなものがいい、一人なんだし大掛かりなものじゃなくてもいい、そうやって見つけたのがこちら。家でも使えそうなこちらのコーヒーテーブルです。こちらのポーチのようなものはなんと一瞬で組み立つ椅子、どちらも小さくて軽量でとっても便利な商品でした。
last another year.邪魔にならないサイズ感がとってもお気に入りです。朝から転がしてきたこちらは実は車輪のついたクーラーボックス。中には凍らせたペットボトルにビール、今日の食料がぎっしり入っています。ご飯を作るのに必要なグッズも一通りテムで揃えてみました。今日は一人キャンプなので誰の目も気にせずジャンキーなものが食べたい、そんな気分。キャンパーさんたちが自然の中で煮込むあの袋麺に憧れを抱き、私もやってみたいと思い今日は持ってきました。待っている間に今回のアイテムの中で個人的ヒット、とにかく可愛い、とにかく可愛い、こちらのランタンをセッティングしていきます。これからの夜釣りの相棒になりそうです。凝った料理もいいけど、たまに食べると心が躍る刺激的な味。ここは私のお城なので、好きなものを好きなだけ食べちゃいます。食後のお昼寝用に面白そうなものを開封してみます。こちらのソファ、空気を自分で入れるタイプのものなのですが、こうやって空気を入れるのがちょっと難しくて、まあちょっと面白いかなと思って選んでみたんですけど、ちょっと頑張ります。試行錯誤の末、なんとか完成しました。いかがでしょうか。砂浜などに置いてこのベッドで休憩するのも良さそうです。こちらがテムハウサイトテムで揃えた私のキャンプグッズになります。お天気が怪しくなってくる前に早速釣りの方に行きたいなと思います。突然ですが皆さん、これが何だか分かりますか。ついに見つけました。超コンパクトロッドです。こんなに小さくて大丈夫なのと思ってしまいますが、ソロ釣りキャンにはぴったりだと思い注文してみました。おもちゃみたいに可愛いそうで、若洲の海に出動です。久々にやってきた若洲の海、何度も来ていますがなかなか釣らせてくれない海でもあります。こんにちは。はい、こんにちは。今日はお磯目ありますか。ありますか。ああ、よかった。売ることあるの。今回はこの小さなロッドにシンプルにブラクリをつけて、
堤防の縁や隙間を探っていきたいと思います。おもちゃのようなリールを回して仕掛けを沈めたら、ちょこちょこと誘って反応を待ちたいと思います。可能性を上げるべく堤防の方へと移動してみます。お店の方のおすすめはやっぱりこの堤防のつなぎ目、少し難しいですが隙間を狙って落としていきます。磯場の足元の隙間にも至る穴へとブラクリを落としてみます。釣れる気がしないので一回サイトに戻ってちょっと休憩したいと思います。今度は全部の隙間を試すべく気合を入れてまた堤防へと戻ってきました。小さい竿はこの釣りにぴったりで、振り子のようにブラクリを揺らして隙間へと投げ入れていきます。反応がなければすぐさま隣の隙間へ。堤防ラン&ガン、これもまた楽しいです。運が良ければカサゴやギンポが狙えるそうですが、今日の私は果たして持っているでしょうか。しかしなんとここで雨がひどくなってきてしまいました。ちょっと雨がかなり降ってきてしまったので全部の穴試したかったんですけど、サイトの方に戻りたいと思います。降ったり止んだりの今日、仕方がないので水ビールを開けてコロコロ機嫌の変わる天気に付き合って一杯やろう。雨が止んだらまた釣りに行ってもいいし、やっぱりやめてここでゆっくりするのもそれもまたいい。Man enough to do what's right. His blood is in my own. The good and the bad. 都会のキャンプ場で過ごす贅沢な時間を楽しみます。テントの中に何してくれたいと思います。やっぱり諦めきれず、もうワンチャンスと堤防へやってきました。もしかしたらとまた隙間を狙っていきます。本当に人がいなくて
しく光るゲートブリッジを独り占めして夜釣りを楽しみます。結局何も釣ることはできませんでしたが、自分で選んだ道具でこうやってソフ釣り券ができてとても楽しかったです。とてもいい経験をすることができました。今日の動画も最後まで見ていただきありがとうございました。できることがまた一つ増えた気がしてとてもいい経験になりました。今回の挑戦のおかげでキャンプの楽しさをさらに知ることができたので、これからの季節また釣りキャンできたらと思っています。それではまた次回の動画でお会いしましょう。釣れない釣りログ秋。